あれ,やれやんなきゃだしゃだしゃタイトルが思い出せないわあの派手ガの考察機チーマーとよくしゃべる脚本家のやうわんだっけなきゃ無限まやかしだ 大島康之です。高野湊です。無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に結び続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。す海の始まりという2024年夏ドラマの第3話の3本目の感想でございます。はい。えまだの方はよかったらですね、えー、せめて3話の1本目、2本目から聞いた方が意味がわかるかなと思います。うそうですね。はい。ここまでの流れとしては、えー、僕がですね、有村架純さんが演じている弥生さんに感情移入かなり、 えー、していますと。はい。え、いうことで、えー、まあ、うぶかたさんに対する、まあ、抵抗を、えー、していたところですね。<laughs> そ、そこに対して私が意地悪を言うという。はい。いだから、あの、ここから聞いちゃうとちょっと僕がただ意地悪なやつになっちゃうから。<laughs> そうだ。<laughs> ちょっと、ぜひ文脈を聞いていただきたい。文脈,文脈大事はい、はいえー。やっぱ、やよいさんに対して、まあ、はい、なんか、あえて、こう、言えるとしたら、うん、やっぱりちょっとね、うん、本当その、ね、 あの、アカさんが言ったことが全てだけど、はいはい、やっぱり、ね、お母さんできると思ってんだろうっていうすい。すいません。<laughs> あなたはそんなにできた人なんですかっていう。帰ります。<laughs> 帰っちゃった <laughs> いやいやいや,いやそんなすぐえ。楽しかったです。いやいや、弥生さんだったらまだ、まあ、尊敬します。楽し,楽しかったです。あの数、言葉選びもさー。いやー、適切なのよ。 適切なのようん。でもね、適切なことが、うん。やっぱりね、不適切な時もあるよ。そうだね。ほどがあるというほどではない。ほどがあるというほどではないんだけど、ちょっとその、こう、綺麗すぎるというか、はい。なんかね。え、これってさ、その、言いすぎるところって、うん。えっと、今回、赤根さんと弥生は多分2回会ってるのかなはいはいはい。そう、1回目ですよね。その、え、この家の方に、 来たとこですよね。そうね。ご挨拶できなくてって言って、はいここね、まずここでですよ。24分あたりかな。はい、ここかな。そうですね。はい、で、まず最初に。楽しかったですのとこね。楽しかったですの。あ、あ,あったところでしょ会うところはね、前なんですよ。はいはいはい。あの、誕生日プレゼントを持ってくるところありますね。あ、じゃ三3回会ってんの 三回か。まあ、だからそうだね。その時に一回ご挨拶に来て。はい、で、その次は、あの、迎えに来て、本屋、あの、図書館に来て、ね。で、その後、その送ってきてっていうのだから。まずさ、あれですよ。誕生日プレゼントですよ。はい、これ何あげたか覚えてますかえー、イルカの。はい。まあ、クシえ、なんだあれ。ぬいぐるみじゃいぬいぐるみか。クッションというか、ぬいぐるみか。いや、これ大事なのは。はい、色ですよ。ピンク。 ピンク初めてって。ああ、そうだね。これですよ。そうだ。なんかさ、うん。やよいさんはね、うん。あの、プレゼント選んでたわけじゃないですか。で、職場の人に、うん。あげるんだってって、うん。でも自分もよく知らない人だから、聞いてみようかなって言うんだけど、これね、聞いてないんですって。ああ、確かにな。はい。この、本当だ。でしょで、当然。 ピンクだろうというこの先入観。でもうわぁ、厳しいな。でも、海ちゃんの選んだランドセルは、あの、私なんか一話の感想の時にあの、なんか軽率に黒って言ってなんか怒られましたけど。あネイビーですね、ってう。そう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 。その、その感じのコメントいらんな、正直。まあでもそう、俺、正直俺が言いたいのは、その、要はあの、そ赤じゃないっていう。ことが言いたいんですよ。そう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 。ね、そう、そうなんですよ。海ちゃん自身が選んで、 あの、ネイビーというか、ランドセルね。まだね、ネイビーでもないらしいんだよね。うん。なんか、なんとか、なんとかブラックでしょなんとか、なんとかブルーみたいな。なんとかブルーか。そうそうそう。なんか、ブルーでもブラックでも、ネイビーでもないんだよね、確かに。そうそうそう。長い名前の色なんだよそうそうそう。だから、ごめんなさい。あんまそこの正確性であんま怒らないでください。すみません。はい。だから、そういうのを、選ぶ子だから、ピンクじゃないんです確かにでも、うみちゃんは、ピンク初めてっていう、うん。これさ、 これあの不本意なプレゼントをもらった時の返しとして完璧じゃない、うん、確かに。これ使えるよね。確かに。あ、初めてもらったわって。うん、なんか喜んでるっぽいもんな。うんうん、てかこれなんならこれあの多分その月賞1億とかのキャバ嬢とかこの技使ってそうじゃないなああ、確かにね。なんかそのあの、 ほら、押し付けられるプレゼントとかあるじゃないなんかこう、例えばさ、ネックレスとかさ、なもう持ってるやつとかね。そうそう、通り一辺倒のものをもらった時に。私この種類付けないんだけどな、とかね。そうそう、その時に、ああ、こういうのもらうの初めてかな、みたいな。ああ、でもそれってさ、男って喜んじゃいそう、ね、喜んじゃう。うん。あそう,そうそう。俺はあげたことなかっただから、これ言う、あ、でも、え、でも、 どっちにしろ、その子供が言う言葉としても、その商売の人が言う言葉としても、悪くないんじゃない悪くないよね。そう、なんかいろいろと察せ、これで察せられる人は、ん。多分次に行けるんだよ。ま、円滑じゃない円滑だよ。これで察すんの無理だと思うけどな。ま、無理だけど。喜んでると思っちゃうけどな、普通は。思っちゃうけど。でもま、あここでわかるのは、やっぱピンクは進んで選ぶ子じゃないんです。うみちゃんは。そっか。 失礼しました。そうなんですよ。帰ります。楽しかったです。<laughs> 尊敬してます。だから、そこよ、そこが。弥生さん。な。んか、弥生さんは、だから、その、あえて、やっぱり、意地悪というか、はい、なんか、まあ厳しい目で見ると、厳しい目で見ると、やっぱこう、どこかね、その、ね、頭の中で作り上げた、 何かが、に、やっぱり寄ってっちゃう人だよね。はい、設定っていうか。そう,そうそうそう。なんか、その架空のゴールっていうか。そう,そうそうそう。いや、でも、うみちゃん喜んでるよ。うみ、はい、ちゃん喜んでますよ。喜んでるかもしんないけど、うん、それ結果的にっていうことよ。なるほどね。そう,そうそうそう。<ー>これ厳しい目線だ、それは。そうなんだよ。ここに、ここに、やよさん特有の、この、身勝手がなかったかと。 もちろんやっぱプレゼントっていうのは当然身勝手な部分ありますよ。まあそうですね。でもさ、ここで、夏くんは、鳩サブレを持ってくる男なんですよ。確かに。この点において俺夏くんすぐ素晴らしいと思うね。なるほど。うんちゃんと好きだったからっていうのがあって、プレゼントにその鳩サブレのあのデッカデッカ感を持ってくるっていう、夏くんと、うん、そのなんか、なんとなくピンクのイルカを買ってくる、うん。 弥生さんの間にに、うん、やっぱりここに、ねまあ、差が出てると確かにそれはすごくシビアな目線だなとは思うけど、うん、でもやっぱり客観的に見ても、うん、そこに何かの弥生さんの、うん。 何割か弥生さんのせいである不協和音が流れてることは間違いないと思うわ。そうなのよ。別に本当にこれね、弥生さんが最低とかは言わないよ。わかんない。その、まあ、ミスというか、まあ、性質が不具合な部分があるというかね。そうなのよ。ただそのちょっとした、なんか、ズレというか、ミステイクみたいなものに、やっぱり弥生さん自身の根底に流れてる、その、良きにしろ、悪しきにしろの、何かこう、性質が、 あんだよね。ねだから、百合弥生さんを、は、うん、素晴らしいとは、なんか言えない部分として。確かにね。ここで、あの、連れ帰るところ、うん。で、えっと、おじいちゃんが抱きかかえて連れてってくれるわけですね、海、うん、ちゃんもね。で、そこで、大竹忍さんが演じる赤ねさんが、おじいちゃんは結構、社交のありがとうっていう、うん、そのスマイルで、こっちに対応してくれるんですけど、はいはい、出てきた、 大竹しのぶさんは、一言目何て言ったか覚えてます、はい、え、何て言ったっけ大丈夫でしたって言うんですよ。<laughs> そうだそうだそう,そうそうそう。なんかもう、その、この二人一 <laughs> 回連れ去られてたぐらいのテンションっていうか。<laughs> もやね。そう。信用はしてないんだよね。そう。うん、あ、ありがとうねーって出てきてるわけじゃなくて、うんうん、あごめんなさいね、ありがとうねーじゃなくて、<う>大丈夫でしたって出てきてるのに対して、 やよいさんは結構満面の笑みで、うん、はい、楽しかったですって答えちゃうんだけど、うん、確かにそれは違うよな。そう,うっていう、あ、そっか、そりゃ心配ですよねっていうのを受け止めて、うん、はい、あの、ちゃんとやらせていただきました。うん、ちゃんと、えつ、ー、なくやりましたっていう任務遂行の態度を取らなければいけないところで、うん、でも楽しかったです。こっちも負担じゃなかったんです。うん、こっちも楽しませてもらったから、うん こっちに負担をかけたという思いをしてほしくないですの楽しかったですのはずなんだけど、これは、うん。でも、向こうから見たら、な楽しいって何みたいな<う> <laughs> 感じになってしまう。地雷、リスクを持った言葉ではあるという。<laughs> そうなのよ、うん。これは責められないけれども、不手際ではある気はするんだよな。やっぱ結構ね、そのなんかお母さんをやろうとしてる感じっていうのは、やっぱ図書館とかでも出ててさ、あ、みちゃん一人で行っちゃダメだって言ったよね、みたいな感じで、 一人にさせないようにするんだけど、いや、むしろここは、うみちゃんにとってホームなんすよっていう。確かに。とこもあんのよ。帰ります。帰るそう。ね、つのくんがいたりとかさ。確かに。山田真帆さんとかがいたりとかさ。なんなら、その、お母さんが働いてた場所なんだから。確かにな。そりゃ、うみちゃんの方がむしろ、もうアドバンテージはあるというか。 よいの方がアウェイですけど、うん、そうなのよ。大人であるから調子乗ってませんみたいな。そうなのよ。ことは、やっぱ、やっぱこのドラマでアウェイだわ、よいさん。全体で。でもそれは、うん、もちろんそのやっぱよいさん側に立つと、うんいや、一生懸命やってんのそう、内野に入りたいっていう、うん、外野から、は<ぁ>やっぱ自分が入りたいっていうことの表れなのはわかるんだけど、うん、でもだとしたら、それがやることなのかっていう。っていうのは、 これはもうドラマへの批判っていうことじゃなくて、もうそう描かれてるよね。違う違う、ドラマへの批判とかじゃないそうだよね。こういう描き方だからやっぱ素晴らしいなって思う。浮いてるっていう描写として。そうなのよ。すごいちょうどいいっていうか、ちょうどよくちょうど居心地悪いんだよね。だからね、弥生さんがね。だから、弥生さんに対して、俺の方は結構ね、弥生さんちょっと違うんじゃないって思う結構さ、誰目線で見てるの俺ね、誰目線がね。とかはない、今は。 海ちゃん、海ちゃん。生きは海ちゃんから <laughs>。でもね、俺、大多数はそうだと思うよ。うん。ああ、わかんない。あ、でも自分の、あれかな、年齢とかにもよるけど、そうそう,そうそうそう。そう。結局、その、すぐ子供を持つ可能性とかつもりがない人、うんうん、あ、あ、まあ。 男子は、夏くんで見るのが当然。そうね。当然。結構夏くんかな。うん、まあそうだね。うん、なんだけど、その次ぐらいで海ちゃんかなっていう気はする。そうね。で、なんかやっぱ素直に、うん、多分自分の気持ちに近いのは夏くんなんだけど、うん、やっぱ俺もやっぱその、一応脚本家だから、やっぱ全体を引き痛めて見たと。はいはいはい。こう、この人はこういうこと考えててとか、その、人による立場。うんうん とか、あと目線によってもさ、うん、やっぱ見え方変わるわけじゃないそういうの見たときに、やっぱりちょっと弥生さんは、うん、そうだから、 あの、なつくんに、完璧に入り込んでると、弥生やよいさんのことね、悪くは思わないと。すごい良くしてくれる。そうだね。で、まあ世代によっては、大竹信さんの目線で見てる人もいるだろうなっていう感じ世代と、立場とジェンダーは関係するかなそう、だからね、これがね、やっぱね、3話にしてね、よりなんかこう、浮き彫りになった広がっちゃった感じあるよね。そう、本当第3話の1で言ったけど、 やっぱもう感想多分変わってくるね。そうだね。誰目線に立つかによっても変わってくるし。1話につき3回、4回見なきゃいけないっていう。そうそうそう。むしろやっぱその全部を出した上で、なんかこう立体的に浮かび上がってくるっていうことだと思う、うんうだね。この海の始まりって物語は。うん、のおたしの、竹忍さん、あの、坂本雄二さんのね、うん、それでも生きていくっていうドラマで、ああマジヤバなんで、ん見たことない人は見ていただきたい。そ,ね、それに比べれば今回なんて全然甘いからっていう。いやー、 この「続きりますこの楽しかったです」の続き「楽しかったです」のあと楽しかったです」ね大丈夫でしたっつって「そうはい楽しかったです」笑顔で答えちゃって「楽しかった?」って真顔になります大竹しのぶさん「そうはいん?」っていう顔を夏くんがしてますねで「子供産んだことないでしょ」うがきますこれですよで「ありません」「おいおいおい大変なの産むのも育てるのも 大変だろうねって角度して読むけどはい尊敬します別に尊敬しようなんて思ってないけど <laughs>、うん、産みたくて産んだんだし当然のことな水木もそう産みたくて産んだしもっと育てたかったもん<う>っていうねこれねそっちのつながりが全てだと思わないけど<で>やっとつながろうと思ったのにっていうのもさ、うん、やっとつながろうと思ったのにっていうのもいいんだよね。うん なんかね、ここ、これがさ、俺さ、最初の方に言いたかった、その、血のつながりと、繋つながってないのバランス。うん、そうね。<お>こっちはつながろうと必死になってって言ってますね。そうそうそう。うん、なんかやっぱどっちもあんだよね。うん、これ俺、やっぱさ、こう、なんか家族ってさ、うん、やっぱ昨今あんま言いづらくなってると思うんだよ、血のつながりとかって、まあ。そうね。まあ、血縁の家族ドラマっていうのはもう、この世にいっぱいあるから、うん。血縁がいいよね。うん っていう結論には、ならないように、こう、新しい形の、そ<う>まあ、疑似家族ものと言われますけれども。そうそうそう。まあ、代表的なもので言うと、是枝監督の万引き家族とかっていうのは、まあ、すごくわかりやすいパターンですよね。そうね。っていうのとかで、まあ、血のつながりそのものが大事という、うん、まあ、是枝監督はでもみんな全部そうですね。そうね。うん。あの、そして父になるなんて、それこそまさにそうなんだけど。うん、っていうところで、いや、家族 とか血のつながりだけを強調するのってよくないみたいな風になってはいるよね特に物語の中においては。てね、でもこの作品はどちらも同居させるというかやっぱりなんだかんだ言うて、うん、この血のつながりの強さ、うん、濃さ、うん、なんというかこうもう神秘としか言えない。 まあ、きっかけとしては、さすがに強いよねって。そうそう,そうそうそう。思うし、その、誰かの命っていうのは、誰かが生んだものであるわけだから、うん、その、始まりのところでは、やっぱり、血縁、誰とも血縁でない人はいない。そうよ。っていう事実がベースにあると思う,そう。そうよ。で、そこにはさ、なんかどこかさ、やっぱり、どうしたって似るじゃん。うん。 やっっぱ親と子ていう何らかの理由でねそれが DNA によるものなのかは分かんないし一緒にいざから真似して似てる部分っていうのもあるだろうしもあるしまた愛にしろ像にしろさやっぱ感情っていうのもさどこか本当に理屈じゃないものがあるっていうのもやっぱ3話で明確に言ったわけじゃん。ご両親ご健在っつって仲いいのみたいな仲いい方だと思いますそれに理由なんていらなくないっていうこと。 うん、それって本当、いや、どうしたってある。うん、どうしたってそれは存在する。という上で、うん、別にそれを、あの、素晴らしいとは言ってないんだよ。それと同じように、うん、血は繋がってない。うん、けど、本当の家族になるっていうのもある。うん、っていうのを両方言ってる。うん、そうだね。でも、誰でも、うん あの、その、なりますって言ったら、うん、なれるほど、血のつながらない親子っていうのは、簡単なもんじゃねえぞっていうのを、弥生さんで徹底してやってる。うんうんうん、そうだね全パターンやってんのよ。うん。そう,そうだね。うん、で、ここで、割と、なんていうのかな、その、大竹しのぶさん、うん、側の、セリフっていうのがこう強いじゃないですか。うんはい、はいはいはい。だいぶ強いですよね。はい、で、それに対する受けとして、弥生さんが、うん、 でも本当に楽しかったですって言うんですよね。うん、はい。で、ありがとうございましたってお辞儀して、私まで一緒にって言葉を足すんですよね。うん、で、完全にこれはもう外野に引きますっていうアナウンスなわけだけど、はいはい。はいはい、でも、楽しかったっていうのは、ただ単に社交辞令ではなくて、うん、あの、楽しかったっていうか、その、うみちゃんとの向き合いを楽しめるという点においては、私も多少資格ありますけどね。って言い、 残してる部分でもあるわけですよね。はいはいはい。っていう、だからその嘘じゃないですよ。社交辞令じゃないですよ。っていうところで、うん、このセリフの部分で血縁じゃない弥生さんにも資格をちょっと残してるっていうか、そ,うねその潔く引いたようにも聞こえるけれども、うん、でも捨て台詞を吐いたようにもちゃんと聞こえるような強いセリフをそこ,こで弥生さんに残してるのも希望だなと思う。うん、そうね。うん。まあ俺ちょっと意地悪だからさ。はいはいはい。弥生さん、それはちょっと、 だからその楽しかったが、ちょっと違うんじゃないみたいな。そうね。そう。楽しかったの。そう。よくないセリフを2回言ってる。そうそうそう。楽しかったを貫こうとしてるうちは、うん。ちょっと違うんじゃないまだまだですかって。思っちゃいますけどね。帰ります。尊敬してます。もう、もう何も考えてないじゃん。う帰っちゃう。何も考えずに帰っちゃう。もう、あれだね。うん。国防国防選手みたいな感じだね。 反省してますっていう、あの、スポーツ選手のアスリートの名言の中で僕一番好きな名言。そうなのち、うっせえな、反省してますっていう、やつですね。はい、反省してないだろう。はい、まあ、いや、よいさんはだから、すれ違ってるね。そうだと。盛大にすれ違ってるね。そうそうそう。そ、そこが楽しみ。うん。これを受ける大竹ひのぶさん側の、 あかねさんの顔も完全に煮えきらない顔で、首を横に振って、いえ、こちらこそって言ってるんですけど、ああ、すれ違っちゃった。で、ずっと、ナツくんが、ずーっとこの間ね、うん、揉めてるやりとりの間、ずーっとやゆえさんの顔を横から見てるんだよね。うん、これはもう切ないよね。ず<で>っと見てるんだよ。帰り道にちゃんと言うんだよね。うん、楽しかったね、つって。はい,はい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 。ちゃんとそれをナツくんが言うのよ。はい。 楽しかったねって。うんうんうん。これが夏くんのさ、いいところよねうん、うん。まあめちゃめちゃフォローだようん。だから、ここで俺が本当に夏くんの立場としたら、はい、あそこで楽しかったら違ったんじゃないかなって言っちゃうかもしれない<お>確かにな。に<ー>でも夏くんはやっぱそこで楽しかったねって。うん。 言って、フォローできるから、うん、やっぱ夏くんは夏くんなんだなって言って、見習わなきゃなって思いました。そうだね。うん、だからまあギリギリのバランスだよね。基本的には、やよいさんの方が引っ張ってるカップルなんじゃないのと思いきや、この状況においては、いや、夏くんがいたから、なんとかなってるというか、やよい,はい、はい、弥生さんのメンタルも含めてね。はい、っていうことで言うと、結構持ちつぼたれつのまあまあいいカップルなんじゃねえのっていうふうにも見えなくもない。そうね。 うん。まあねだから弥生さんは、もう本当にもう、そう、で、この輪では、やっぱその、こう、ね、あの、夏くんが、はい、泣けって言って、はいはい、で、ハ <laughs> ンカチを、バン引っ張って。バンって引っいて。<laughs> <で>ちゃむだい返して。それに対して、やめなさいよっつって、っってやめてあなたいいから、やめて, <laughs> やめてもうわかったから、泣くんだ 女は感情を出すんだ流れると感情は出てねえだろ <laughs> やめてもあなた、やめてっていうシーンですね。<laughs> そんなシーンねえんだよすごいね <laughs> 台本書いたかのようにする。令和の巨人の星。<laughs> 令和の巨人の星。<laughs> <laughs> そんなシーンはないんだけど。まあ、ね、感情派と冷静派というそうそうそう。はい、でもそこでさ、<laughs> スッと、い <laughs> や、マジでだ <laughs> <laughs> で,そで急にスッとね、こう、これで涙拭いてみたいな感じで、はい、あの、ハンカチを出したけど、うん、それを、すれ違って、無視してというか、はい、で、うみちゃんは夏くんの方に行くっていね。で、これがやっぱ外野であるっていうことだし、そうだよ。じゃあ、ここからどうやって、内側に入っていくのっていうのが、ね、やっぱり彼女の物語だと思うんですよね。ねで、LINE で、うん、この前ありがとう。 今度、これから、えー、海ちゃんに会ってくるっていうメッセージで、はい、早く帰れるように頑張るって送ろうとしたら、はい、今日は一人で行ってくるねって、連投が来るっていう。そうなのよ。いや、いじめすぎだと思うけど。いやまあこっからですよ。<laughs> これぐらい貴重なんですよ、や <laughs> 生さんね。いやー、まあだから弥生さんしんどいねっていう感想でいいということですね。はい、そうです、弥生さん。結局はね。しんどいよ。いろんな意味でね。<う>しんどいですよっていうので。まあ、そのぐらい。 こう自分のポジションというか、はい、コミュニケーションというか、はい、立ち位置をまあ間違えてる時って気づけないよねっていう話でもあるかなと思います。ね、じゃあもう弥生さんについてはもう話し尽くしたと思うから。つのです。あいつの話を次しましょうよ。つの話を。<laughs> はい、もうこれが話したくてうずうずしてたんだろうな、まあ、本当に。はい、<角>タコの絵本読み。はい、タコの絵本読み、角です。<laughs> はい。というわけでね。無限毎日を YouTube とポッドキャストで配信しております。サイレントの一番好きな花の全話感想も全て無料で配信してますので、よかったらさかのぼって聞いてみてください。続きます。大島康きでした。ありがとうございました。したありがとうございました。